皆さんこんばんこばは今日はどんな1日日ででしたか私ははすね今日は、えー、午前中ですね砂川あ朝今日は砂川のパークホテルで目を覚めましたそしてそれからですね南空地の方に移動して、えー、お昼近くにですね、えー、南幌町の方に行きまして、えー 今日は午後からですね、船橋利光先生が訪問に来てくれるということで、えー、南幌町町長はじめ意見交換させていただいてそして明日はお祭りだということなんで、えー、その準備会場にもちょっと顔を出させていただいたりそ,その後栗山町長の方に行って栗山町の方に行ってですね、えー、介護 福祉学校の方を視察して今人材介護人材が必要だと言われている中でも全然介護人材の、えー、教育施設には、えー、定員割れということもあってもう少しその地域全体で介護の大切さを伝えるためにはどうしていけばいいのかっていう課題だったりとかですね。 あと校舎も見せてもらっていろんな、えー、取り組みだったりとか、えー、学生とですね私もちょっとお話をさせていただいたりとか本当に熱心に取り組んでいる子どもたちの様子を会話見れたりですねあとは JA の空地南なの方に伺って今の現状だったりとかあと栗山の商工会 議書にですね顔を出させてもらったり、いろいろ皆さんと意見交換させていただきました。それとその後ユニ庁に入りました。ユニ庁の町長ともですね公共交通の話だったりとか、えー、本当に通常事業の話だったりとか、その後はですねなんとユニ庁の東京ホルモンで、えー、地域の、えー、商工会。 であったりとか若者の方々とちょっと交流を深めさせていただいて、えー、今日はですねユンニのユに泊まるんですこれからお風呂入っていきたいと思います、えー、久しぶりにユンニのユに泊まれて嬉しいなというふうに思います、えー、ログハウス上で本当に落ち着くので今日の夜はゆっくり寝たいと思います、えー、それでは 今日日金曜日本当にあっという間の1週間でありましたけども今週末もいい日々でありますように。